クロービス戦闘機戦闘機とは、先端を鋭く尖らせた、惰性石器のこと、旧石器時代に現れる。戦闘機は、諸外国では、広い意味を持ち、先端が鋭く尖った石器の総称として、用いられるのに対し、日本では、初武士白字によって仕上げられた石器については、ナイフ型石器と呼んで、戦闘機とは区別する。この石器には、 長さや幅の特徴から大きく分けて細長タイプと幅広タイプの2種類がある。全国的に分布している。さらに、約3万年以前の戦闘機最終表記、再寒冷期以後の槍先形戦闘機縄文時代の石槍など、製作内し使用された年代の総意を考慮し、それぞれを呼び分ける場合も多い。旧石器時代の研究が進展するに伴い、縄文時代の石槍も、 ポイントと呼ばれるケースが増えており、その場合は後期旧石器時代から縄文時代にかけての槍先型の石器を故障する。木の柄につけて投げ槍とし、大型銃の狩りに用いられたのが槍先形戦闘機の始まりで、狩猟に大きな進歩をもたらした。槍先形戦闘機の分類はこれまで、形態による分類と調整部位による分類が、 行われているが、明瞭な形式分類が設定されるには至っていない。かつて、芹沢長介は優絶戦闘機を、携帯上の際に着目して4軍に分け、その変遷過程を示している。その後の資料の増加によって、芹沢による変年は、若干の修正を必要とするとみなされているが、大筋では、長身で、幅が狭く絶部の返しの未発達なものから、 基部の返しが鋭くなったものへと変遷することは広く認められている。更新予末から関心予諸島にかけては日本のみならず北アメリカ大陸、アジア大陸においても戦闘機の発達が著しい。これらの地域ではマンモスやバイソンなど鉱石用の管理機構を好んだ大型銃を対象とする狩猟具が求められ投げ槍の槍先として用いられた。 各種戦闘機の出現を見た。日本においても、当初は大型銃を対象とした、狩猟具として生まれたが、鉱石余末期に改新によって大陸から切り離され、大型銃の絶滅が早かったという特殊な条件が、加わって、イノシシニホンジカなどが主な狩猟対象となった。これらの、嗅覚が鋭く行動の機敏な動物の捕獲には、手持ちの槍よりも投げ槍が、 狩猟具として適していたものと考えられ、特に優絶戦闘機の急増は、こうした事情を物語っていると推定される。やがて弓矢の発明とともに、タヌキやウサギなどの小動物も、狩猟対象となっていった。そして、弓矢と槍の中間的な機能を果たした投げ槍は、弓矢の普及によって消滅していく。一方で、縄文時代前期以降は、最終。 巨老の充実及び定住生活の一層の進展とともに落とし穴を利用する待ち伏せ狩猟も増加していくのである。石人の基部に区基部を作り出した戦闘機長さ6から7センチで基部から約4分の1までを絶妙に作り、ガラとした。高原山国用石原山地遺跡群詳細2007年4月14日朝日ドットコムニュース2008年2月23日。 産経ニュース2009年2月27日、産経ニュース2009年2月と、地議テレビニュース、栃木テレビ動画ニュース、ありがとうございます。